はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、シングルアクションアーミーのメカニズムということで、この西部劇とかでね、よく見かけるコルトのシングルアクションアーミー、中身どんな風になってるか見ていきたいと思います。で、動作確認で見ていくんですが、まあ、この銃ね、ざっくりどんな銃か見ておくと、まあ、19世紀のリボルバーで、まあ、こんな感じでね、コッキングしないと弾出ません。ガチャってやんないと弾出ません。いきなりこうトリガーだけ引いてもね、出ない。ダブルアクションではないタイプのリボルバーで、リボルバーつってもね、こう、まあ、ここのレンコン状のパーツが、まあ、大体ね、現代のリボルバーってこうスイングアウトつって、こう左側に出てきたりしますが、こいつの場合そういうね、こうシリンダーごとずらすってことは基本できなくて、まあ、ローディングゲートってここのね、ゲートのパーツをここの部分開けて、ここのね、ロッドの部分でガチャガチャやってリロードするって、まあ、ちょっと不便なね、まあ、そんな銃なんですが、ちょっとこれだとね、派手派手だとね、中身見にくいので、こうして、一箇所だけ透明にしていきたいと思います。一箇所つってもごっそりいくんですけどね、うん、フレームが透明になるっていう。スローを入れて見ていきましょう。で、最初ね、コッキングするアクションを見ていきたいんですが、コッキングね、こうやってハンマーを起こすというか倒す、まあそんなアクションですが、こうやってね。まあ主に3つぐらいのパーツに働きかけています。まあ細かいこと言えばもっと増えるんですが、まあ3つですね、主に働く場所は。まず最初は、まあ、どの3つかっていうのを、まあ、簡単に説明すると、このハンドってパーツとトリガーと、あとここのね、下側を止めてるボルトって場所なんですが、最初にね、細かく見ていくのはハンドです。ここですね。で、ハンドはシリンダーを回転させます。回転って言っても、まあ、60度ぐらいしか回転させないんですが、まあね、そんな1回転させても無駄だからね、360度回したってね、わけわかんないだけなので、ね、てか360度回したって永遠に弾出ないからね、次の。ね、それはね、どうでもいいとして、まあ、こうやってずらすんですが、まあ、ハンドなんでずれるかっていうと、まずここに引っかかってずれるんですけど、こうやって、ガリッと、ガリッといくわけですが、まあ、なんでね、まあ、ハンド上がってくるのって話ですけど、ハンド上がってくる理由当たり前で、ハンマーのね、ピンっていうかね、止めてる場所がここで、ハンドは相対的に低い位置にあるんですね。で、これが回転するから、まあ、90度ぐらい約回転して、まあ、こうやって上がっていくよっていう、まあ、それだけのことですね。で、上がってくるのはいいんですが、まあ、モデルガンのリボルバーとかね、持ったことがある人はわかると思うんですけど、これシリンダーって別にくる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 常に回転するわけじゃないんだよね。止めてあるんだよね、当たり前だけどね。うん、止めてなかったら意味わかんないことになっちゃうので、なんかこの弾撃ったっけみたいなね、なんかこうね、わけわかんないこと起きるので、止めてあります、当たり前だけど。ボルトで止めてます。ボルトって言ってもこうなんか、アーム状のパーツで止めてるんですが、それがこのね、シーソー状になってるこのボルトってパーツです。で、これがまだコッキングしてない状態なんですが、コッキングするときに、ハンマーの一部分が、ここの、ボルトって書いてあるパーツの、ここの、まあ、左側ですね、画面でいうところのね、車種から見て、まあ、撃つ人から見て、後ろ側をこう、こうなんていうんですかね、反り上げるというか、すり上げるみたいな、そんなアクションがなされて、まあ、こっちが上がるので、左側が上がるので、ここで止めてるので、まあ、シーソーみたいに、このボルトのこっち側下がるんですね。で、下がるから、ここのね、ロックが解かれるっていう、ここに引っかかってたんですが、そのロックが解かれて、で、新しいところを迎えして、またこうやってね、ここのバネでね、押されてるんですが、そのここの部分に反りながら、こっち側にはまっていくよという、まあ、そんなメカですね。で、これによって、シリンダーは約60度回転してロックされるという、まあ、そんなメカになっています。で、まあ、シリンダーがね、コッキングするときにね、回転するのは、ま、こんなメカで動いてるんですが、まあ、肝心なのはここですよね。何より肝心なのはトリガー。トリガーがね、こう、ちゃんとコッキングされないことには始まらないんですけど、まあもう撃っちゃってるんで、一発ね。一発ってかね、あ、一発撃ってるね。一発撃っちゃってるんで、まあもうどこにも引っかかってないんですけど、トリガーはね。普通のコッキングしてない状態の溝、ハーフコックの溝、で、そしてフルコックの溝みたいな感じで、溝がいくつかもあります。で、フルコックするので、ガーッと一気にいってですね、ここの溝まで最後はまります。カチッって。うん。まあこんな感じではまって、まあなんつうんですかね、トリガーによってハンマーが固定されるという、まあそんな状況になります。まあ、これがコッキングってやつですからね。で、まあ、コックされて、まあ、こんな感じでロックされます。まあ、メインスプリングは圧縮されてきます。この状態で。こうやって。ここに板バネが入ってるんですが、よいしょ。板バネはここのね、まあ、なんつうんですかね、このトリガーガードの一部分にこう、まあ、止めてあるんですけど、これが、グリグリグリってこう、意外と圧縮されるんですね、メインスプリングに。まあ、もちろんね、これ、ぶち折ったりしたらいけないです。うん、ぶち折ったら、壊れるっていうか、もう何にもできなくなるからね、これねっていう。まあ、それもう終わったぜみたいな感じになるので、メインスプリングは折らないようにっていうね。まあ、折れないですけどね、普通に使ってればね。で、まあ、それはさておき、コイルスプリングの方が折れにくいって言われてるんですけど、まあ、それをさておき、この板バネ圧縮されて、まあ、トリガーもコックして、まあ、こんな感じでロックされます。これがね、コッキングのワンアクションですね。
まあ、振り返るとハンドと、ボルトと、トリガー、そしてメインスプリングが圧縮されるっていうのが、このハンマーを起こすっていう、このコッキングするっていう、このまま、まあね、どっちかの手の親指だけでできるアクションによって一気に行われます。で、それはそれでいいとして、まあこうやってコッキングしてですね、まあさてそろそろ撃つかねーと思ったらですね、トリガーを引くわけですが、トリガーを引けばもちろんですね、さっき引っかかってた溝がリリースされて、まあこのメインスプリングの力によってくるくるくるっと、まあ回転して、まあハンマーが落ちてと、激発という。まあ激発するんですが、まあ別にいつもだったらこうガス圧がなんたらかんたらとかね、まあ AK みたいな銃だったらこうやってガスを引き抜いてこっち側に来てみたいなメーカーを説明するんですが、まあ何もないですからね、うん、ただトリガーを引いて落ちて、まあトリガーを戻すだけっていう、うん、そっかみたいな、まあそれだけのメカっちゃメカなんですが、まあ面白いところとして言えるのが、ハンマーってこうぐるぐるっと回転するわけですが、これ何もないとめっちゃこう摩擦がパないので、ここにね、ローラーがついてるっていうね、ハンマーロールって正義書いてあるんですが、まあちっちゃくて多分字自体は読めないと思うんですけど、ここのローラーがついてるところとか、まあ意外とね、なんかちょっと面白いですよね、これね。だって、くるって、くるって、こう、くるってなりながら、まあメインスプリングによって押されるっていう、まあそんなメカですよね。ドカーンつって。まあそんな感じなんですけど、ちなみになんですが、まあこれひたすらこうやってコッキングして、コッキングして、トリガーを引いて撃つんですけど、これって、実は、煽り撃ちっつって、ガッチャンガッチャンやらなくても、まあ、結局ガッチャンガッチャンはなるんですが、トリガーを引きっぱにして、まず、引きっぱにするとこうなってるので、もうハンマーとは干渉しないじゃないですか、一切もう。トリガー引きっぱにして、ハンマーだけを、こう、左手とか、右手の親指とかでカッチ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 やると、一応連射できるっていうね。撃ちにくいことこの上ないっちゃこの上ないと思うんですが、まあ、一応連射できるっていう、まあ、そういうね、まあ、メカというか、まあ、そんなシステムもなくはないっていう。まあそんなやつですね。で、まあこれがね、ワンクールというか、まあなんつうんですかね、まあこいつの、まあすごく簡単なメカニズムなんですが、一応ね、ガッチャンガッチャンやるのはいいんですが、もう空打ちになってるしみたいな。まあ空打ちになるのはいいんですが、リロードですね、リロード。ちなみに中の人は今これね、音聞いてないんですよ。これだからね、空打ちになってるかどうかね、こう目視で確認するのはいいんですが、こうなって、こうなって、リロード。ゲートを開きますっていうか、ゲートを開く前にハーフコックします。リロードするときはどうするかっていうと、この2番目の溝、ここまで行きます。カチカチって。こうやって、カチカチって。で、これによってどうなるかっていうと、ハーフコックすると、ボルトだけ下がるんですね。こうやって、ボルトだけ下がって、まあ、コッキングってほどそんなになんか後ろに下がるわけでもないんだけど、まあ一応こうシリンダーが回せるようになって、でまあ回せるっつってもまあ時計回りしか回せないですよね、これね。不便なこと。不便っていうかまあそっかって感じですけど。で、ゲートを開けて、で、ここのエジェクションロッドみたいなね、ここのパーツでカシャーって後ろに出して、で、時計回りにしか回せないっていうのはどういうことかっていうと、これハンドが干渉するので、反時計回りに回そうと思っても多分ここのね、のっちの場所にこうハンドがガチンガチになってもう引っかかってまくってハンド折れるだけなので、まあ折れるほどもなんかその腕力ある人はあんまりいないと思うけど、干渉するからこう時計回りにしか回せないっていう、うん、ね、不便じゃねっていう、てか不便じゃねっていうか、まあ不便、不便だよね、当たり前だけど、どういったって不便だよこれね。こうやって2倍速でも2倍速で 50% の速度でもこれだからね、不便やんっていうね、うん、まあ不便だろうなと思いますけどね。ちなみになんですが、これはね、銃の豆知識みたいなもんなんですけど、こうやって今コッキングっていうか、まあ今これコッキングしてない状態なんですけど、これでね、やっとここの初めてここの水を使ったぞみたいな、まあそういう感じなんですが、昔の人はですね、こうやって6ラウンドリボルバー、6連発リボルバーみたいなのを携帯するときに、まあ、こういう風にして携帯する人ももちろんいたとは思うんですが、まあこの状態で後ろからね、ハンマーとかはね、まあこうやって、まあこういう風になってるので、思いっきり叩いたりとかすると、暴発につながるんですよね。で、だから、なんつうんですかね、まあここの部分にまあ弾を入れなかったらしいっていう。へー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 っていうね。どうせここに弾を入れなくても、まあコッキングすればですね、隣のやつがずれるので、ここのね、最初のここの重心のすぐ後ろには弾を入れなければ、まあもしくは使用済みの空薬莢とか入れとけば、まあ別に使用済みの空薬莢入れる理由もないので弾抜いとけば、まあ安全なんでね、落としても絶対暴発しないので、てか暴発したところで別になんかそれって当たっても全然問題ない弾なので、そう、実はね、重心がなければ弾って爆発させて、爆発っていうかね、火つけても別にね、設定、やってもね、あんま問題ないんだよね、実はね、加速しなければあんま関係ないっていう、まあそういうね、ことなんですが、まあこのゲームだと普通にガッツリ全部フルロードするっていうね、
まあそういうことですね。こんな感じで。なるほどっていう。いやー、カチャ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 やってるね、本当に。まあこんな感じでね、まあ何はともあれね、まあワンクール見てですね、ね、こうやってカラフルにして遊ぶこともできるんですが、まあ何やとんまでね、まあこうやって僕がひたすらカチャカチャやってもね、しょうがないので、まあそろそろ終わるかっていう。まあそんな感じでね、この動画を終わりたいと思います。この動画ね、気に入っていただけたらぜひぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。Chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart.